はい、ではですね、ずらせない人のためのワンポイントトレーニングですね、やっていきたいと思います。ずらせない人、まあ、どういったトレーニングかというと、普段滑っていると もちろんカービングとズレをどっちも使える方は全然問題ないです。初級者中級者ぐらいの方でターン後半にエッジが立ちすぎてしまう方ですね。で、なんだろう、綺麗にこうスピードをコントロールして滑ることができない方のためのトレーニングと思っていただいていいかなと思います。なので、後半にね、ズレを使って滑れる方はあまりこう気にしなくていいと思うので、違う動画見てみてください。はい、で、じゃあ実際その後半にこう切れてしまう、エッジが引っかかってしまう方はどういった滑り方で、ちょっとやってみますね。でこうやって滑っていくときに、前半はある程度こうできているけど、後半にエッジが立ってしまう人、こうですね、こう置いて後半にエッジがこう立ってしまう。でずらせる人はこのまま後半もスキーをずらしていきます。こうやって綺麗にこう描きながら、ずらしてね、後半もずらしているからスピードがあまり速くならないんですけど、ここでエッジが噛んでしまうとビューンとスピードが出てしまう、ね、摩擦がない、ずれがないからどんどんスピードが出てしまうんですね。でこれが今緩斜面でやってるからそんなにスピードが出ないですけど、やっぱり急斜面中斜面になってくると余計ねスピードがビューッとこうエッジが噛んだ状態で減速しないですからスピード出ちゃうんですよね。なので、初級者中級者の方でスピードがねうまくコントロールできていない方は、いかにターン後半で横滑り、スキーがずれてる状態で下に向かって滑ることができているかどうかっていうのがポイントになります。はい、なんだろう、どうしても怖いとスキーをね回そうとしちゃうんですよね。こう深くしてこの大きさでスピードを調節しようとしてしまうんですけど、この大きさでスピードを調節するともちろんスピードコントロールはねうまくできればズレを使いながらだったらできるんですけど、深く回そうとしてしまって今みたいにこうエッジが噛んで、横に行ってしまうと、ちゃんとねスキーの方向は変わって横に行ってるんだけども、ズレがないからスピードビューンと出ちゃうんですよね。なので、さっきお話しましたけど、いかにターン後半でちゃんとスキーをずらして、落下できるかどうか、はい、まあ、もちろん前半からそうなんですけど、前半から後半までちゃんとスキーをずらせるかどうかっていうのがポイントになってきます。はい、ということでね、それに向けたトレーニングをちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、緩斜面でこの動きやってみてください。ハの字です。ハの字で滑ります。でハの字で滑るんですけど、斜めにね、コースの端から端に向かって斜めに滑っていくんですけど、山側のスキーですね、まあ、いわゆる内スキーに関しては自分が滑っていく方向に対してまっすぐ向けます。なんでこっちはずれないです。トップとテールが同じ方向にこうそのまままっすぐ行く状態ですね、直角行で。反対側の外足の足をずらして滑っていきます。でこのスキーにずらしてその足に乗りながらまっすぐ落下するということですね。そうするとこのスキーに対してこのずれた状態でこうやって滑っていくっていう感覚がつかめるかなと思います。ターン後半に、切れてしまう方っていうのはスキーの外足のスキーのトップが向いている方向に進んでしまうんですね。こうじゃなくて外足のスキーのトップの方向、こっちじゃなくて、ね、こっちじゃなくてこっちに外足のスキーの横方向にこうやって滑っていくっていう感覚をね身につけていきたいと思います。はい、じゃあですねやってみますね。まずは、ポジション作ります。左足ですね、山側の足はまっすぐ向けた状態で外足をずらしながら滑りますね。はい、で腰をね外足の方にちゃんとこうお尻を乗せてあげると、ちゃんとねこうやってずらして滑れます。これがお尻が内側の足の方に切るとこうやってエッジが立ってしまってこっちにねスキー曲がってしまいます。ずれてくれないのでちゃんとお尻を外足の上に乗せてあげてください。反対側行きます。はい、スキーをね山側の足はまっすぐ向けて外足は横にずれた状態ですね。この状態で滑っていきます。エッジがこう立たないように寝せた状態ですね、お尻を近づけた状態で滑ってみてください。はい、じゃあ今の動きをですねちょっと連続でやってみたいと思います。外足をずらして滑るんですね、こっち側の足。はい、方向を変えて今度は左足をずらしていきます。左足の外足をずらしていく、そのズレにしっかり乗ってあげてください。切り上がってこっちに行かないようにですね、方向を変えて反対側こっちの外足をずらしていきます。はい、反対側行きます。
はい、じゃあここからちょっとシャドウがついてきますが、シャドウがある中でもしっかりやっていきましょう。お尻がね、こうやって山側の方にこう来ないようにちゃんと外足の上にお尻乗せてあげてください。そうするとスピードが出ないです。ちゃんとスキーがねずれてくれるので。反対側行きます。走行変えて左足の上にお尻しっかり乗せた状態で滑っていきます。はい、反対行きましょう。はい、はい、このようにですね、外足を、ターン後半でずらすポジションにしっかり、乗れてるかどうかというのはすごく大事ですね。あの腰がどうしても山側にこうやって残ってしまうと、外足こうやって角が立っちゃいますから、角が立ってしまうとやっぱりスキーってスキーのトップの方向ですね、向いてる方向に行きがちなので、スキーの角を寝せてあげる、お尻をね近づけてあげると外足の角緩んでくれますから、そうするとスキーこうずれてくれます。ここをねポイントとしてぜひやってみてください。はい、じゃあ今度はですね、普通に弧を描きながら滑っていきます。弧を描きながら滑っていくときに、ターン前半からそのまま外足をずらしながら後半までずらしていくという感じですね。後半にスキーが回ってきたときにそのままエッジをかませてビューンとこう、ね、スピードが出ることがないように切り替えまで後半外足をずらし続けるという感じでやってみます。はい、それでは行ってみましょう。右足ですね、外足をずらして滑っていきます。後半までね、切り替えまでずらしたまま、はい、次に行きます。一旦センターに戻って、今度左足ですね、外足をずらしていきます。ターン後半まで常に外足をずらしてあげてください。ずれに乗っていきます。カービングになってこのままこうねグインっていかないようにですね。はい、反対行きます。右足を常にずらしていきます。ターン後半までもずらしたままです。はい、反対行きます。左足ずっとずらしたまま、はいはい、反対ですね。じゃあここからこの外足のズレに内足を合わせていってみたいと思います。はい、ずらした足に内足も合わせながらそのままずれていく、開いてそのまま外足のズレに内足も合わせて乗っていく。こういう感じですね。足を閉じたからといってそのままギーンとこうエッジが噛んでね横に進んだりしないようにですね、常に足を揃えても、今までこう作ったズレ方向ですね、スキーに対する横方向に常にこうズレながら、乗っていくという感覚ですね、ぜひ、掴んでみてください。はい、今回のワンポイントレッスン以上になります。ありがとうございました。